機械物のレビュー久しぶりですね。紹介するのはこれ、ケブテックブラシレスモーター電動剪定バサミ KT930。 やっていきましょう。まずはね、皆さん気になるね、切断性能、はい、こういう男の人の親指ぐらいのやつ、はい、これは切れます、はい、詳しく見ていきましょう。これ常緑樹のカシの木の枝ですね。楽々切れますよと。この程度の枝であれば、こういう普通の植木バサミでも簡単に切れちゃう。言うまでもなく、こういうね、ハマグリバの剪定バサミでも楽々切れちゃいますね。ただし、いずれのハサミも、人力のものはすでに切った時のね、衝撃がバンバンとこう手に伝わってくる。バンバンとね、これがもう毎日毎日積み重なってくると、もう手が痛くて痛くてということですね。なので全く負担なしで切れちゃうと。こういう硬いとこありますよね。こういうとこ13mm、1センチ3ミリぐらいですね。だいたい小指ぐらいの太さでしょうか。もう楽勝で切れちゃいます、はい、で何センチまで切れるか、何ミリまで切れるか見ていきましょう、はい、これは切ったばかりの春二例の木ですね。落葉樹、落葉樹なんで、まあ、生木であるとはいえね、ちょっと硬いですよ。これを見ていきましょう。この辺り、18mm、はい、楽勝ですね。もうちょっと行ってみましょう。ちょうど2センチですね。 20mm、 私の親指ぐらいはありますかね。ちょうど2センチのとこ、1回で切れなかったですね。2回でも切れないですね。やっぱりちょっと気が硬い。これ3回で切れましたね。通常ね、剪定バサミ、こういう人力のやつで切るとき、こう斜めにね、切るとなんとか切れるというやつやるんですけど、人力では切れないですね、これ。とてもじゃないけど切れないですね。こんな感じになっちゃいますね。もう植木バサミではこの程度切るのも硬い。落葉樹はやっぱり硬いですね。木の種類によっては大変な硬さになっちゃうと。一番太いとこを斜めに切ると、これね、斜めに切ると切れちゃいましたね。木の繊維の関係で斜めに切ると切りやすいですね。それは普通の人力のやつと同じことですよね。切るのが大変なんで斜めに切りましたと。斜めに切ったら、断面は26mm、 断面は26mm なんですけど、切れちゃうと。斜め切り切れちゃいます。すごいですね。今度はカリカリに乾燥した金木犀、常緑樹だけど乾いた枝、細いとこは切れますね。この辺りは 8mm、 9mm あたりですね。楽勝で切れますよと、はい、ここの辺りちょっと太いですよね。人差し指ぐらいになってきますね。断面の直径は 16.5、 切れましたね。もっと太いとこ行ってみましょう。このとこ、親指より太い枝、男の人の親指より太いような枝ですね。これが、はい、18mm ぐらい、直径 18mm、 乾いた、カリカリに乾いた、枯れたような乾燥した常緑樹の枝、金木犀の枝ですね。はい、切れましたね。切れました。はい、
それから、あ、これ梅ですね。梅。梅の枯れた枝を切ってきました。まあ一番硬いぐらいの感じですよね。植木屋の仕事で言うと、梅の枯れた木なんか切るのもゾッとしますよね。手が痛くて。どれぐらい切れるか、行ってみましょう。一番細いとこで、この程度、10、5ミリ、1センチ5ミリ。このあたりでもね、こういう剪定バサミで切るんは、硬くて切れないですよね。硬くて切れないですよね、こう。これ人力だと切れないですよね。こういう植木バサミなんかやったらもう、とても歯が立たないという感じですね。はい、どうでしょうか、これ。1回では切れないですね。はい、2回で切れました。斜め切りするとどうかというのをやってみましょう。こうまっすぐ切ると木の繊維が硬いんで、こうね、斜め向けて切ると、はい、切れましたね。切れたところの断面は、17ミリかな。1センチ7ミリ。だいたいこういう。じゃあこの一番硬いとこ、2センチぐらいあるでしょうね。これ、梅の乾燥した一番硬いやつ。はい、ちょうど2センチ。ちょうど2センチのやつどうか。はい。まあ、一発では切れない。一発では切れません。はい、2発、3発で切れたと。斜めに切るとどうか。ここね。斜めに切ると、はい、これでも切れちゃいました。やっぱり、植木の、この剪定バサミとか、この植木バサミとかと一緒で、電動剪定バサミも無理せずに斜めに切りましょう。すごい切れるから、ザク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 切れるから、機械の負荷考えずにザク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 こう、まっすぐ切るんじゃなくて、斜めにね、切ってあげたら、刃の持ちもいいし、機械の耐久性、機械の長持ちにもつながると思いますね。まっすぐ切れるから、楽々切りましょうって。まっすぐね、切れるからこう、切るんじゃなくて、やっぱりね、斜めに切ると、それだけで負荷がすごく軽くなるからね。はい。結論めいたこと言うと、めっちゃ切れる。前に買った機械ですね。これですね。バイン P25 ノバっていうやつ。これ買った時に、革命的に切れますよと言いました。一緒ですね。革命継続中やね。その時から他のメーカーの剪定バサミとかいろいろありましたけど、まあそうですね、あと何年かしたら電動の剪定バサミが普及していくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、性能面ですね。スペック、KT930 っていうやつですね。切断能力ですね。30ミリっていう話なんですよね。こっからここまでのこと言ってんかな。こっからここまでぐらい。こんな太いの切れるかな。こっからここまで30ミリ。だいたい3センチの枝切れますよって言うんですよね。そんなことってのは切れるかなという。よっぽど柔らかい木じゃないと無理じゃないかなと思いますね。人力のね、ハサミでも一緒なんですけど、太い枝は、こういう硬い枝は、刃の奥に入れましょうと。とね、一番奥の方で一番力が出ると。コツなんで、なんぼなんでもね、ここに30ミリの空きがあるとはいえね、この先ではね、切れないですよ。切れないですよね。奥に突っ込むと、なんとか切れるかということなんで、こうね。実際には25ミリぐらいしか切れないと思いますけど、柔らかい木ですよね。例えばムクゲとか、なんでしょう、アジサイとか、フレッシュなね、常緑樹のフレッシュな生の木とかやったら、
30ミリ切れるかも分かりませんけど、まあ実際には25ミリぐらいが性能かなというふうに思いますね。で、あ、同じように言うとこれ25ミリまで切れるんですけど、実際にはね20ミリぐらいの運用でやってます。むちゃくちゃきついのはノコギリで切るようにしましょう。機械も傷むしね、簡単にバラせるんですけど、シンプルな構造でね、ここにモーターが入ってて、それでここにギアが入ってて、でシンプルにもうギアで、あのシンプルなギアでねこう動くだけということなんで、きつい、あの仕事、負荷がかかりすぎるような仕事をしてギアがねかけたりしたらもう機械パーなんで、従来の僕たちが若い時からずっと経験してきたようなカーボンブラシのついてるモーターとは若干ね使用感が違いますね。ブラシレスモーターっていう風に歌うだけあって、負荷がかかった時に止まるんちゃうかというところでもう一段行くんですよね。これ使ってみないとちょっと、従来のマキタの電動工具とかプロの職人が使うようなやつね、全部カーボンブラシっていうのが入ってるんです。そのあたりのね構造が少し違うように感じますね。何かこう負荷がかかった時に抵抗を感じるんじゃなくて、負荷がかかった時にさらにもう一押しするような感じがありますね。不思議な感じ、めっちゃ切れるわって。でお客様も知り合った業者さんもね、すれ違ったような人も一遍使ってみるっつって使ってもらって、ハサミで枝切ったことある人はみんな驚きますね。え？何これ？っていう風に驚きますね。むちゃくちゃ切れるんですよね。はい、切断能力は30ミリって書いてます。一応メーカーが言うにはということですよね。金額の話しときましょう。後でスペックの紹介しますけど、これ使ってるやつ、ずっと使ってるやつね、赤黒でかっこいいなと思って一目惚れして買ったんですけど、その時よく調べなかったんですけど、ちょうど1年ぐらいになりますかね、その僕がこれ買った時にはもうすでにね安いやつがたくさん存在してたんですよね。安いやつはそれなりに性能も、例えば安全装置とか、あるいは太い、これなんかね、太枝モードと細枝モード、こっちもできますけどね、そういうのができたりできひんかったり、あるいは保証の問題もあるでしょうし、パーツ交換、こういう部品の交換とか刃の交換とか対応できるんかどうかっていう、使い捨ての道具かそうか、長年使える道具か、耐久性のあるようなものなんかということで差はあるでしょうし、まあメンテナンスして、例えば2万円の道具やったら 2,3 年で壊れてもまあ諦めつくかなと、まあ、使用頻度とかどれぐらい機械を酷使するかというのでいろいろ差もあるでしょうけど、 2,3 万ぐらいの普及価格帯になってくればね、清水の舞台から飛び降りるというほどのことないから、潰れてもいいかという感じでね、導入されてみるのはいいと思いますね。一応切断能力と金額が比例してるんですよね。25ミリ切れるやつが、まあ値段も変わるかもわかりませんが、今ビデオを撮影してる段階で 17,999円、2万円以下で25ミリが切れるやつありますね。それから今これ映ってるやつ、30ミリまで切れるやつ、これが25,999円。それでもう一段階ですね、バッテリーの電圧、これ 16.8V なんですけど、バッテリーの電圧が 25V で40ミリまで切れるというやつがあるんですよね。後でリンク載せておきます。メーカーのね説明で40ミリ切れますよってこう書いとんねんけど、まあこんなとこで
あの刃の先の方でこんなハサミの端っこの方で切れる切ろうというのは間違いなんで、この辺で太い枝が切れるかどうかっていうことですよね。だから実際には40ミリ切れますよっていうこの型番のやつも、実際には30とか35ミリぐらいしか切れないんじゃないかと思います。刃の形状がね、いろいろあるんで、30ミリの機械には負荷も計算してあるかと計算してあるかどうか別としてね、モーターの性能とか電圧とかね、いうのと刃の形状、刃が何ミリ開くかという寸法がね決まってるんで、これに大きい刃つけたからといって大きい枝が切れるようになるかということではないと思うんですよね。機械の負荷もあるから、ただしね、取り付けはできると思います。非常にシンプルな構造なんで、実際にはこの刃をこっちにつけたり、こっちのこれ何だっけ、バインの刃をケブテックにつけたり、ケブテックの刃をこっちに取り付けたり、あるいはケブテックの他の型番のやつを取り付けたりできると思いますね。だけど刃の開き具合が広いやつ、開きが広いやつをつけて機械に負荷がかかって壊れても知らんよということですよね。そんなに大きな枝切れる必要ないと思うんですよね。今25ミリぐらいのやつ切れて、性能としてはね、25ミリとか切れれば十分やと思います。それで梅とか欅とか、めっちゃ切らなあかんような庭仕事の剪定、あるいは農家の人で、例えば栗の農家とかね、桃の農家とかね、梅の農家とかね、その剪定のシーズンが一時に集中して、おそらく真冬にやっていくと思うんですけど、めちゃくちゃ体しんどいと思うんですよね。電動の剪定わさびできて、農業の省力化につながって、労働環境がね改善して、農業のね現場でも体が楽になったらいいなと思いますね。まあ2万円ぐらいの機械で体が楽やったら全然いいと思いますよ。実際にはもう僕たちは植木屋の仕事で10月から12月まで休みなしでね、体はボロボロになっていくっていうのが毎年のことでね、マッサージ屋行ったり、温泉にちょっとスーパー銭湯に疲れに行ったり、そんなんしながら疲労回復にお金使いながらやってましたから、電動剪定バサミで硬い枝ボコボコに切れるんで、むちゃくちゃから仕事は楽になりましたね。ぜひね、皆さんもそのシーンそのシーンでね、使える場面使えない場面っていうのはあると思うんですよ。使えるところではね、どんどんこういうのを使っていっていいと思いますね。マキタの電動工具のあれは18ボルトのバッテリーだと思うんですけど、マキタのバッテリーが流用できる電動剪定バサミもすごい安物が売ってるんですよ。1万円前後ですよね。1万円以下の商品もあるかもわかりません。マキタのバッテリーの充電器とバッテリーいくつか、しかもバッテリーさえもサードパーティーのなんか安物のバッテリーあるから、そういうので運用していけると。 18V のマキタのシリーズでね、いいチェーンソーもあるし、電動ブロワーもあるし、なかなか18V のシリーズすごい素晴らしい製品群があるんですよね。その 18V のバッテリーが使える電動剪定バサミが世の中に存在してるんで、それを買ってみようかというのもありかもわかりませんね。あれはちょっとチラッとしか見てませんけど、太枝モードと細枝モードっていうのができないかもわかりませんから、まだこのケブテックのね剪定バサミに一日の長があるかなというふうに思いますね。会社がね、なんと僕の会社はマキタの電動工具あるんですけど、全部14ボルトのシリーズで揃えているから、18ボルトを導入しようかというタイミングにはなかなかならなくて、
頑丈でね、潰れませんから、マキタの道具非常に品質が良くて、修理しながら、まあ噴霧器ぐらいですよね、電動噴霧器使ってますけど、それは一回修理しましたけど、他の工具は全然電動工具壊れないですよね、マキタのやつは。マキタの工具って実は保証がついてないんですよね。アフターサービス全部有料ですよと言いながら、あの全国に販売店とか、あの整備工場とか、整備工場とか全国にサービスのスポットがあって、営業所があってね、修理してくれるんですよね、うん、だからそういうのは対応ができるんで、保証がなくても大丈夫っていうことなんですよね。はい、ちょっと長くなってきたんで、皆さんも休憩どうぞ。これ焚き火してるんですけど、ソロストーブっていう焚き火する道具なんですよね。こういう枯れた木とかね、そういうのを燃やせるんですよ。料理したりするのにね、まあ上に炎がいって結構いいですよ。それで見てもらったらね、分かるように煙が出ないという特殊な構造になってまして、そうすると服が臭くならずにね、暖を取ったり温めたり何か料理したりね、そんなんできるんで、はい。そしたらね、電動剪定バサミね、いいところばかりじゃないですよと、ダメなところ、注意した方がいいところ、いまいちゃなというところ順番に見ていきましょう。一つはね、まず真っ先にね、こういう普通の剪定バサミと比べると重量がありますね。どしっと重たい。だから一日中ね、これを腰にぶら下げとくとか、ケースに入れて持ち歩くとか、邪魔くさいですよね、重たいし。で、できるだけコンパクトに荷物まとめたいんですけど、これもいいケースでしたけども、いちいちこんなハードケース持ち歩けないじゃないですか。だから普段の道具箱に入れたままね、こっちは倉庫とかに置いといて、メンテナンスの時に使う、説明書を入れといて、まあ工具も入ってたんでね、それでメンテナンスの時だけ使うと、取り出してくると。普段はもうこのまま持ち歩くんですけど、とにかく重たいですよね。毎日毎日これ持ち歩くんかということで、自分一人で一人親方してたり、あるいは農家の人で自分の大きなね工具箱を畑とか現地にね、作業場に持ち出せるということであればいいんですけど、集団でね仕事しててバッグ一つぐらいしか現場に持っていけないというふうな方は、こんなん持っていったら重たいですよね。会社で備えとく、みんなで使うように備えとくということやったらいいかもわかりませんけどね。まあ一つはね、大きくて重たいと。それから例えばね、梅の木持ってきますね。例えばこういう枝をね、ジャ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 ーとバチバチーっと切ると、伸びたとこバンバーンと切ると、こんなんやったら別にいいんですけど、この傷が治りやすい角度で切ろうかと、こうね、言った時にこう精密な仕事がしにくいんですよね。こういっちゃうんでね、ドカッといっちゃうんでね、もうこれ失敗しましたね。この枝枯れちゃう、切りすぎて、これはねしにくいでしょ、ドカッといっちゃうんで。これは普通のね剪定バサミやったらね、いい角度で傷が治りやすい角度を狙ってバチッと綺麗に切れると。これがちょっと行き過ぎてしまうよね、電動やとね。やっぱり
そうすると細かい仕事がしにくいのと、剪定バサミだとこう自在にね手が動くんですよね。例えばね、ビデオにもしましたけど、これしだれ梅の枝なんですよね。こういう風にしだれ梅の枝があった時に、こう普通のこれね人力の剪定バサミであればね、こう角度入るし、こういう細かいところに手が入るじゃないですか。ところが電動剪定バサミになると機械が大きいから、なかなかねこう細かいところに手が入っていかない。でここで角度も決めて綺麗に切ろうかというのはほとんど不可能に近いですよね。だから大味な仕事になってしまいますよね。こういう大味な仕事、庭師としては失格ですよね。木を切った直後の美しさを大事にしましょうとかいうふうなことを他のビデオで言ってますから、これじゃちょっと話にならないですよね。こういう太いところを切るんであれば切りやすいですけど、これ切りやすいですけど、綺麗に切れますけど、細かい仕事はね、ハサミ持ち替えて、例えばこういう植木バサミとかでこう細工しないとダメやという感じですね。はい、これをバイン P25 でノバというやつでやってみると、これはねゆっくりハサミ動かせるんですよ。これがね価格差ですね。値段の差、これ8万円ぐらいしましたけど、これゆっくりねこうこの引きがね、このトリガーの動かし方と刃の動きが連動してるんですよね。なので綺麗に切れる。これは他の剪定バサミにはないんで、まあギリギリ俺も救われたなというところですよね。高いのを買うてしくじったなということではなかったということで、はい、これにはこれのいいところがあります。ただしね、切断性能はこっちの方がねよく切れます。18ミリの、春ニレの太い枝ね、もうこんな親指ぐらいの太い枝で、このバイン P25 全く歯が立たないんですよ。斜めに切ってもやっと食い込んで、斜めに切ってやっと切れると。このケブテックはさすがにまっすぐは硬いですけど、なんとか切れる。斜めやったら楽々切れる。やっぱりね30ミリ切れるっていうことを歌ってるだけあって、めっちゃ切れますよね。はい、ね使い方、操作方法の解説簡単にしときましょう。電源のオンは電源ボタン長押し。これでバッテリー残量のインジケーター見えますかね、 LED がついてます。で一応安全の装置があるんですよね。安全のために2回カチャカチャ、2回カチャカチャと引き金引かないと刃が開かないというね。これで使用可能になります。で握りっぱなし、はい、これで握りっぱなしで刃が閉じるということですね。刃を開くためにはもう一度安全装置の解除、2回カチャカチャ、これ使えると。でずっと握りっぱなしじゃなくて、はい、3秒握っとくような感じですよね。これで刃の開きがねちょっと小さくなるんですよ。これがね細枝モード、取扱説明書に書いてあります。細枝モードはね、切断の、要は、中にね、こう、ギアが入ってるんですよね。こういう振り子みたいなね。ここにモーターがあって、で、軸が入って、ここでこう、ギアがこうなってるんですよね。このギアが、ちょっとしか動かないから、細枝モードになると、もちろん切断性能が下がるけど、この、刃の動きがね、小さくなるんで、バッテリーの持ちが良くなりますよね。それから、細い枝をバン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 切るというのが早いですよね。
だから細枝モードの使い方っていうのをね、覚えとくようにしてください。あの細枝モードと太枝モードをね、自在に切り替えれるようにというふうにしてください。3秒握っとくということですね。これ細枝モードから3秒握る、はい、これで太枝モードになりました。遅いですよね。だけど太いのがガンガン切れるという。3秒握っとく、はい、これで細枝モード、はい、仕事が早いですよね。でバッテリーも長持ちするということですね。それでこのまま放置しとくと、安全上のことで刃が動かなくなります。これ放置しときます。何分で音が鳴るか。はい、2分45秒ぐらいでロックがかかりました。引き金引いても動かなくなると。それでカチャカチャっとやると、2回やるとこのロックが解除されるんで、あのまあ一応安全上の仮死状態のような感じ、勝手に刃が動かなくなると。はい、これでロック解除できるということですね。バインの方は少し放置しとくと電源自体が落ちちゃうんで、それについてはこっちの方がいいですね。操作方法まとめね。電源のオンは電源ボタン長押しで、カチカチ2回カチカチやって開くと。要は安全装置ですよね。安全のためにカチカチということをやらないと開かないと。で開いた後は普通に切れると。で3秒握りっぱなし、引き金握りっぱなしで細枝モード、はい、細枝モード、これはあの刃の可動域、刃の可動域も小さいしバッテリー長持ちする、それから間隔が短いから仕事が早いですよと。3秒長押しで太枝モードに戻ると。これは太い切断能力があると、強い切断能力がある、だけどまあバッテリーも使うでしょうねとね。で3秒長押しして、そのさらにもう3秒ぐらいですね。はい、これでロックかかりました。電源を切るときは電源ボタン長押しで切れます。もう一回再開するときはカチカチ2回、これで安全モードの解除で、仕事しとるときはさっさとね次の場面に移りたいんで、握って電源長押し、はい、これでもう終わり。これでもいいと思います。電動洗剤バサミは機械がもうただでさえ大きいですよね。20センチ以上ありますね。これ30センチぐらいありますよね、全長あるから。機械の取り回しが悪いと、それで、ね、精密な仕事がしにくいと、ボーンといってしまうんでね。だからね、細かい仕事ができないですよね。人力があったらもっと精密な仕事をピチッとできますからね。例えば葉っぱ2枚残してここで切るとかね、こんな綺麗な切り方できるんやけど、しにくいですよね。ザクザクと切っちゃう、ボーンといっちゃうんでね、ドーンといっちゃうんで切りにくいですよね。なのでまだね、植木屋始めて、庭師の仕事始めて1年とか2年とか3年ぐらいは見習いやと思ってね、なんぼ腕がついてきてもね、3年ぐらいは見習いだと思って電動の剪定バサミなんか使わん方がいいでしょうね。あんまり電動剪定バサミを早い段階で使うと多分腕が悪くなるというか上達しないでしょうね。
ハサミの使い方もわからんし、だからパッと見た瞬間ね、あの梅は硬いぞと、生木は柔らかいぞとか、欅はこれぐらいの硬さやとか、月桂樹はこんなんやとかね、カシの木いたらこういうぐらいの硬さでこれぐらいの湿度があって、梅の木のこういう花のね、つぼみ、花芽がどれぐらいの柔らかさでとか、うん、枯れた枝はどれぐらいの力で折れるかとか、そういった肌感覚が身につかないし、何でもかんでもボッコボコに切れちゃうんでね。用途に応じて、初めのうちはなんかひこばえボコボコ切るとか、枯れた木、枯れた枝を切ったりすんのんとか、梅の木の枯れた枝とか硬いですよね、カシの木も。それから欅の木とか落葉樹の大きな枝切ってきて、それを小さくさばいてトラックに乗せるっていう風な時、場面があると思うんですよね。ゴミを小さく切るとか、そういうシーンでね、電動剪定バサミ使って木に登っていってね、剪定する場面ではあんまり電動のやつ使わん方がいいかもわかりませんね。まあ余計なおせっかいですけど、女性の方とかね、体がしんどいしパワーがないから、電気の工具使ったりしてもいいかもわかりませんけど、まあ異性から手抜きしとるとか、まあ変な目でね見られるかもわからんし、若い植木屋が使っとったら、年いってる人から何やあいつはというふうに思われるかもわからないですよね。私なんか電気の剪定わさみ使ってると お客様に言われましたね。こんなん使ってたら嫌がるお客もいるん違うのって言って嫌やったんでしょうね。そんな道具使ってええのとかね、なんか嫌味っぽく言ってましたね、常連のお客様やけどね。そうは言ってもやっぱり持続可能性というかね、その時こう言ったんですよね。俺に仕事してほしいんやったら、俺の体を大事にいたわってくれという風な話しましたね。もう体が12月もうボロボロになっていくから、電動の工具使うのは別におかしなことじゃないと思いますね、僕は。もっと言うとね、昔の日本の植木屋っていうのはこういうハサミしかなかったんですよ。江戸時代はこういう両刃のハサミしかなかったんですよ。でこういうハマグリ刃のこういう形状の剪定バサミが、実はね、明治時代からできたんですよ。しかもそれは文明開化の頃ですよ。海外から、西洋から、いろんな江戸時代のちょんまげの時代からですよ。明治時代にもうほぼ100年ぐらいですよね。150年ぐらい前に西洋の文明が入ってきたんですよね。その流れの中でリンゴの農業の方法とかね、ブドウの農業の方法とかいろいろ入ってきて、その農業の中にこういうハマグリ刃の形状のハサミが一緒に入ってきたんですよ。だから新しい道具をね導入して、今までとは違う作業効率を求めていくっていうのはね、やっていかないと、新しいね道具を使うとか新しいやり方っていうのをね、どんどん導入していかないと時代に遅れちゃいますよね。頭使ってね稼げるようにしていきましょう。だからちょっとでもね、皆さんに参考になったらと思いますね。しんどいじゃないですか、毎日。だからまあおすすめですね。めっちゃ安いんで、3万ぐらいやったら頑張って買っていいと思いますよ。で、なんか言われたら、古い職人とか会社の先輩とか、あるいはお客さんとかに何か言われたら、お前知ってんのかと、剪定バサミはこれ150年前にできて今全員これ使っとるやろうと、昔これ一丁やったんやぞと言うたってください。150年前にこれが登場して太い枝切れるようになったと。それまではみんなこういう風なハサミでね、しんどい思いしとったと思うんですよ。じゃあこれ
が登場して150年後に電気のハサミができたと。100年先の人どう思うでしょうかねと。だから古い頭でいつまでも言うとったらあかんと思いますね。とか新しい道具使ってみたらいいと思いますね。ここはぜひね使う場面考えてねやっていったらいいと思いますね。剪定バサミでもねこういうそれぞれケースがあるんですよね。で僕はその日その日ねその場所その場所で扱う対象がいろいろなんで用途に応じて腰のベルトに脱着できるようにこういうね釣り金具がついてるやつ全部持ってる。あ、そういう釣り金具がついてるっていうこういうやつで毎回毎回今日の設定を変えようかというふうにやるんですよ。まあ、それは、まあ、ゲームで言うとね今日はあの敵倒すからこの武器防具で戦いに行こうかみたいなそんなノリなんですけども、こういう結束バンド巻いてね、でここに結束バンドをつけて、あるいはなんか引っ掛け金具みたいななんか工夫して、あるいは高所で欅の剪定なんかするときはここに落下防止のやつワイヤーみたいなねものをつけたり、ここにこういう風にねつけたりするんですけど、まあ試作段階やけど僕一応こういう風にね使ってるやつはこういう風にしました。同じ問題、全部の全動剪定バサミに同じ問題がありますね。機械重たくてこういう風な専用のケースを開発したとしてもね、ゴソ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 落ちるんですよ。同じところにバッテリーがあって同じ形状である限りね。だから一つの答えはバッテリーを腰につけて、そっからケーブルでハサミだけ軽いハサミをつける、そういうのもありますよね。それからこういうやつはいちいち腰にぶら下げずに使う時だけ持つと。で僕が考えたのはこういう形状、なんかいいメーカーが工夫していいやつ作ってくれないかなというふうに思いますね。次のメーカーは、次に出してくるメーカーはその問題解決してほしいですね。これについてはちょっと工夫したやつがあるんで、これを腰にぶら下げる工夫っていうのを後でやってるんで、まあ試作段階やけどね、一応見てみてください。同じ問題ですわ。これをズボンに腰にぶら下げとくっていうのがね難しいというのがね一つ問題になりますね。あとは機械が重たいから木に登っていくような感じの仕事でね、木に登っていって落下させてしまうっていうのがねあるんですよ。で落下してね歯が欠けたぐらいやったらば歯を交換したらいいんやけど、もうここのボディが壊れたりね、あるいは中の部品がぶち壊れたりねしたらちょっとね大変じゃないですか。だからここにねこう金属のこういう爪がね、あれ何やったっけ、インパクトドライバーなんかそうなってますよね。引っ掛けがこうついてますよね。ほんでズボンの腰にピュッと引っ掛けれるようになってますよね。だからまだ開発競争の今からのね開発競争に期待したいですよね。落下しないような仕組み考えてみたいと思います。ちょっとやってみましょう。やってますね。取り付け金具近所のホームセンターで買ってきました。実現物合わせっていうんですよね。これに合わせながら曲げていったという感じですね。金属加工の技術が低すぎるんで溶接とかもできないしね。こういうのは金具買ってきて結構ぐにゃ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 曲げやすかったですね。あんまり頑丈なやつだと曲げにくいし、こういう感じで取り付けてみようかと思いますね。必殺結束バンド、まあ形状としてはこういうようなものをもうちょっと頑丈な
この字型になってるね、こういう金属を取り付けるだけで、ここでね、こうなってるから、あのズボンのベルトとか腰ベルトにガチャッとね、カッとこうはめるような感じでもいいかもわかりませんね。4つ入れて、でこれが外に向いてるんで、あの邪魔にはならないですね、握りの邪魔にはならないですね。でここが硬い輪っかになってるっていう風にやりたかったんですよね。それでこういう形状ですね。金属の曲げ加工とかがうまくいかなかったんで、まあ試作品としてはね、まあまあこんなもんでしょう。またこれで使いながら、使っていきながらですね、あのいろいろ工夫して、またいいのができたらビデオでね、あの報告したいと思います。こういう飛び職の人なんかが使うこういうフック、これいいのはね、倒れるんですよ。これが倒れるのがいいでしょ、邪魔にならないでしょ。で電動剪定バサミ、これ使う時だけこれでワンタッチ、これいいですよね。こういう感じでね、ここにガンと当てて引っ掛ける、抜く時もガンと一発、こういう構造で、もうちょっとねいい工夫ができたらまたビデオで紹介します。で普通はねこっち向きで使うと思うんですよ、フックの形状からいってね。だけどはまったやつがねスコッと抜けることが何回かありまして、それ以来ね私ね反対向きに取り付けてこういう風に使ってます、はい、これはねパタッと倒れるんで、電動剪定バサミ使わへん日の方が多いから、使う時だけねポコッと起こして、でこれに取り付けるという風にやってます。刃の交換とかね、ここ全く同じ構造しとるでしょ、これ全く同じ構造しとるでしょ、これ、この軸をね、この軸を固定する珍しい形状のこの歯車のついたメインのボルトナットのこれがこのナットを締めて、さらにそれが動かないようにということで、この小さいボルトナットで固定するというダブルナットの仕組みになってるんですよ。これなんでこんなになっとんかって言ったら、むちゃくちゃね負荷がかかるから、少しでもね緩んでくると切れなくなります。だから全く緩まないようにということでダブルナットの仕組みになってます。これはね刃の交換の時に取扱説明書を見て、その順番通りにやらないとちょっとねギミックというか複雑な仕組みになってるから、説明書見ながらやってください。はい、今日のところはそんなところですね。バッテリー1個でもね、1日中稼働し続けるようなバッテリーの容量はありましたね。 2.5 アンペアワットですね。1日使ってても、まあ植木屋さんの仕事だと
一日中ね、この使うシーンっていうのがないんですよね。しかもバッテリーが2個ついてるんで、1個バッテリーが切れたら次のバッテリーに交換して、また使ってるうちに充電してという、そういうやり方であればですね、楽々1日持ちますよね。プラス加えて言うと、農家の人なんかが畑とか、そういう、どういうんですかね、農園に行って、農家の人が農園に行ってフル充電したバッテリーを2つ持ち出せば、十分に1日仕事耐えれるぐらいのバッテリー容量だなというふうに感じましたね。充電のやり方について説明書になんやかんやと書いてありました。フル充電してあるやつを再度充電するなとか、リチウムイオンバッテリーやのに昔のね、二角電池みたいな雰囲気の注意書きがあって、まあ、そこまで注意して使う必要はないと思うんですけども、リチウムイオンバッテリーなんでメモリー効果もないしということなんですけど、気になる方はね、説明書通りの充電のやり方をされたらいいと思います。要するにフル充電のやつをもう一回充電したりするとバッテリーの寿命が短くなってしまいますよということですね。ね、2、3万の金なんで、まあこれは値打ちありますね。バッテリーがセットされたまま収納できないんで、いちいち取り外して収納するんかっていうのは若干邪魔くさいですよね。右からいつも使うとか、どっちから使ってたっけって忘れちゃいますよね。フル充電と使いかけのやつとっていうのってわかるんやけどね。これはなんか自分なりにルール決めてね、使いかけのやつはいつも右側にしとくとか、なんかルールをつけたらいいと思いますね。はい、まあ、ハードケースに入ってるんでなかなか便利な機械ですね。おすすめの1台と言えるでしょう。メイドインチャイナのこういう機械大丈夫なんかよって思うんですよね、若干ね。しかしね、昔僕が子供の頃、バックトゥーザフューチャーっていう映画があるんですよ。若い人、今の30代ぐらいの人、バックトゥーザフューチャーっていう映画見たことないんじゃないかなと思いますね。なんか名作映画ですよね。今見ても絶対面白いですね。バックトゥーザフューチャー3部作ありますんで、ぜひ見てもらったらと思うんですけど、まあネタバレしない範囲で言うと、1980年頃、メイドインジャパンの、まあ、機械とかコンピューターとか、なんか電子機器ですよね。そういうのがアメリカ市場を席巻してるというような時代に、主人公の若者が20年ぐらい遡ってタイムマシンで過去に行くんですよ。そこで出会った博士がタイムマシンを修理できるかどうかという、そういう場面で、メイドインジャパンの部品ばっかり入ってるじゃないか、こんな粗悪品だからタイムマシン壊れたんじゃないのかと言うんですよね。いやいや、博士違いますよ。20年後の未来では日本の製品ばっかりになってるんだぜっていうね、そういうシーンがあるんですよ。メイドインチャイナもそうですよね。気がついたら周りのもの全部メイドインチャイナになっちゃって、残念なことでメイドインジャパンも気づいたら周りに何もないですよね。洋服も機械も道具もほとんどメイドインチャイナになっちゃって、まあそういったこともあるんで、食べず嫌いじゃなくてね、メイドインチャイナの機械もまあ必要に応じて使ってみましょうかということで、もちろんね、国を思う気持ちあるんで、メイドインジャパンの商品あればね、自分の予算に応じて買いたいけど、背に腹は変えられないというところあるんで、まあ予算に応じてね、安いのを手にしないといけないなという場面はもちろんあるわね。